すいません、すいません、すいません。はあ、ごめん、しげるくん起こしちゃった。ごめんね。うん。あ、僕、ちょっとセブンイレブンにレッドブルかましに行ってきました。はい。で、前から人数数えたんだけど、僕ら多分番号もっと前行けるよ。前に。うん。なんでかっていうと、なんか前らへんの若い奴らが、ボンズとやたら揉めてたのよ。なんかポイ捨てかなんかして、あれ多分弾かれるから、その分前行けます。はい。え？ボンズと揉めたこと？え、一回もない。一回もない。恐ろしいよ。絶対に逆らっちゃいけないんだよ、あれは。うん。あとね、外国人が何人か、椅子に座らずに突っ立ってた。多分椅子持ってくんの知らなかったんだろうね。あれ、朝4時くらいに足バキバキになって帰るよ。我慢できずに。うん。だからその分また前行けるでしょう。あとね、大学生のグループが、スキヤとか、メッシア行っちゃったんだと思うんだ。うん、こんぐらいからね、再生列あるから、列離れんのはね、おすすめしないよ、僕は。うん。あ、ほら、ボンズ来た。行くよ。はい、5分後に再生列でーす。ビンゴー。はい、前行くこと確定。100番以内行っちゃいまーす。